私たちは日々数多くの選択をしています。しかしその選択が必ずしも理性的とは限りません。例えば私が最新のスマートフォンを購入した時、豪華な機能に目を奪われ、実際には必要のない機能ばかりがついていました。そして結局ほとんど使うことがなかったのです。また流行に乗って洋服を買ったけれど、結局は一度も着ることなくクローゼットの奥にしまい込んでしまったこともあります。友人が持っているエアフライヤーを見て自分も欲しくなり、最初の数回だけ使った後はほとんど使わなくなったなんてこともきっと多くの人が経験しているのではないでしょうか。例えばある日牛丼が無料で提供されると聞いて、私は2時間並びました。ですがよく考えてみると、その時間を時給に換算するとどうでしょう。1000円の時給で考えた場合、2時間で2000円です。結果無料で牛丼を手に入れたと思っても、実際には時間というリソースを使ってしまっているのです。これは希少性バイアスが影響している典型的な例です。物やサービスが限定や無料とされると、その価値が実際よりも高く見えてしまうのです。安いと聞いて買いに行って、結局は店に到着した時には売り切れだったという経験もあります。これらの判断ミスは感情やバイアスに影響されやすい人間の特性が原因です。今日は行動経済学の観点からこれらの判断ミスとそれを避ける方法を考察していきます。セクション1、確証バイアス。私はある商品のレビューを調べていた時、自分が欲しいと思っていたものの良い評価ばかりを探してしまいました。結果的に他の悪い評価を見落とし、大きな失敗をしました。これは確証バイアスと呼ばれる現象です。自分の信念を支持する情報を重視し、反対の情報を無視する傾向が影響しています。このバイアスを避けるためには、異なる視点からの意見を意識的に収集し、自分の意見と反対の立場を持つ人と議論することが重要です。セクション2、アンカリング効果。友人とレストランに行った時、最初に見たメニューの高価な料理が印象に残り、結局その基準で他の料理を選んでしまいました。本当はもっとリーズナブルな選択肢があったのに、これはアンカリング効果によるものです。最初に提示された情報がその後の判断に大きな影響を与えます。意思決定を行う前に関連情報を広く収集し、初期情報に過度に依存しないよう心がけましょう。セクション3、選択のパラドックス。新しい服を買うためにショッピングに行った際、あまりにも多くのデザインや色があり、結局どれを選んでも満足できず何も買わずに帰ったことがあります。これは選択のパラドックスです。選択肢が多すぎると逆に選択を避けたり後悔を強く感じたりします。選択肢を絞り、重要なポイントに焦点を当てることで決定のストレスを軽減できます。またあらかじめ基準を設定しておくことで選択が容易になります。セクション4、希少性バイアス。限定商品を見た時、急にその商品が欲しくなり、通常よりも高い価格で購入してしまった経験があります。後で冷静に考えると、それが本当に必要だったのか疑問に思いました。これは限定商品が今買わなければ手に入らないという感覚を生み出し、私たちの判断に影響を与えるからです。限定とされる商品や情報はその希少性を過大評価しがちです。購入前に自分が本当に必要としているものかどうかを考え、冷静に判断する習慣をつけましょう。セクション5、フレーミング効果。医療関連の話題で手術成功率 90% という表現と 10% の失敗率という表現を聞いたとき、全く違う印象を受けました。こうした情報の捉え方が判断に大きく影響することを実感しました。これはフレーミング効果です。同じ情報でも提示の仕方によって人間の判断が変わります。情報を受け取る際には、その表現方法が自分の判断にどう影響しているかを意識し、別の視点からも考えることが大切です。まとめ、行動経済学の観点から判断ミスを避けるために、行動経済学の観点から人間は感情やバイアスに影響されやすく、理性的な判断を下すことが難しいことがあります。しかしこれらの判断ミスを理解し意識することで、より良い意思決定ができるようになります。これらの判断ミスを避けるためには以下のポイントを意識しましょう。情報を広く集める。確証バイアスを避けるために
異なる視点や意見を探し、自分の信念を疑うことが大切です。初期情報に依存しない、アンカリング効果を避けるために、最初に得た情報に左右されず、客観的に判断基準を設けましょう。選択肢を絞る、選択のパラドックスを避けるために、必要な選択肢に絞り、明確な基準を設定することで決定のストレスを軽減します。冷静に考える、希少性バイアスを避けるために、購入前に本当に必要かどうかを考え、感情的な判断を避ける習慣をつけましょう。情報の受け取り方を意識する、フレーミング効果に注意し、情報がどのように提示されているかを意識し、別の視点からも考えることが大切です。これらのポイントを意識することで、日常生活や仕事においてより良い判断ができるようになります。自分の判断プロセスを見直し、適切な情報をもとに決定を下すことが重要です。今日は人間の判断ミスについてお話ししました。次回もお楽しみに。チャンネル登録といいねもお忘れなく。